蘭帝女、王義史、中秋朝、王家西垣中国の書道史では、有史以来、新代までの中国における書の歴史について、その背景、書体の変遷、書風、筆跡、書人、書論など書に関連した字籍を記す。文字の持つ、様式上の美を書という。漢字は、その成立した当初から美への意識を刺激する、ものであった。よって、漢字と書の結合は、 はじめから約束されていたと言えよう。漢字の構造的な字形構成は、複雑のうちに変化と急進的な統一の原理が働いており、その変化と統一の融合は、様式としての美を追求するにふさわしい形態である。事実、最古の文字資料である印台の甲骨文は、すでに優れた様式美を達成している。また、 漢字の点画は、幾何学的な線ではなく、優れた画家がその描線を持って、事物の本質に迫ろうとする立動的な線の、描出法に似ている。このように漢字はその決体において、字の起源的な形態を明確に示しながら、なお文字としての美をも思考しており、その他の古代文字とは本質をことにするものである。書は、漢字圏の文化であり、芸術である。 芸術は制作と鑑賞という二つの営みの上に成立する。書の芸術性は漢字の成立の当初においてすでに予定されており、またその後の長い書の歴史がそのことを実証してきた。特定の個人がはっきりと芸術家としての評価を得たのは義の商用を講師とし、その後、二王に代表される闘神の貴族たちによって美しく洗練され、 芸術としての意気にまで高められた。農書の干渉は古くからあったが、この等身時代に至って書の造形に骨、肉、筋を見るようになった。これは書の干渉における画期的な認識であり、書が人間表現のものと自覚され、純粋に干渉の対象となったことを示唆している。漢字の書体は社会的、実用的な要求や、 美意識の変化によって変遷していった。代表的な書体は、天書、霊書、海書、行書、草書の5体で、開行宗という古称があることから、天霊開行宗の順で書体が誕生したと思われることも多いが、出土文字資料の分析によれば、陰代の天書、戦国時代の霊書、前漢時代の草書、五漢時代の行書、 五巻末から三国時代にかけての解書という順序で、それぞれの発生が認められている。このすべての書体が一応完成されたのが、陸朝時代であり、その変遷をまとめると概ね次の通りである。祖文字。ツバメ文字。六国文字。聖文字。陰文字、聖衆文字、春秋文字。戦国文字、進む文字。節文、焦点。中文、古文。 旗文字館文字例書。正宗宗書日本のひらがな。行行書行書。会書日本のカタカナ。天書、霊書真の国籍。石古文天書という書体は講義には古文、中文、焦点のすべてを含むが、競技では焦点を指す。金文と昇点の中間的書体である中文の代表的な筆跡は、戦国時代の旗の、 石古文であり、書道士にとって大変重要な遺物となっている。そして、この大典をもとに、真の始皇帝が李氏に命じて作らせたのが焦点であり、旗の国籍などに筆跡が現存する。霊書は、競技では八分霊を指すが、まずは、天書の早書きからの古例に始まる。古例には、畑がなく、これに畑などの装飾がついて八分となり、 前漢時代すでに常用されていたことが近年の発見により分かっている。漢代に入ると霊書は造形美を追求する方向と本来の早書きを具現化する方向とに分かれていく。前者は五漢に剣筆が流行したこともあり、創前筆や朝鮮筆など芸術品として完成度の高い八部の国筆が作られた。後者は焦燥を経て創書へと変化していく。 行書、草書前巻の時、八分を早書きしてその天格を省略した小燥と呼ばれる新書体が生まれた。小燥には八部の特徴である託が残っており、その典型的な筆跡に、刀匠の九州省がある。これを見ると小燥は霊を基盤とし、かつ草書はこれを発展させたものであることが一目瞭然で、五巻末期には小燥がさらに略化されて、 総書となった。さらにこの頃、即書体として、会書行書も使用されるようになり、実に五感のうちに、総書、行書会書の発生を認めることができる。その後、商用の戦時表に代表される会書が、わずかに、霊意を感じさせながらも、その完成の域に達し、陸長時代の北義においては、 国籍や石踏みにふさわしい瞬間な陸長会所という傑作が多く残された。日本で昭和時代から小中学校の教科書の手本に取り入れられた会所の原型は、王用順の旧西宮霊仙名などの書頭の会所で、これを見ると我々の用いている文字の元になっていることがわかる。行書、草書は、 当真の王義氏を中心とする貴族たちによって、美しく洗練され、その王義氏の名筆には、行書の乱帝女や、修熟制教助、草書の十七条などが知られる。その他の草書作品としては、友絵の新奏戦寺文、孫家庭の書父、海祖の自助長があり、十七条と新奏戦寺文は、独創体、書父は、連綿草。 自助長は、競争体という形容でその特徴が表現される。正体正体とは、各時代の正式書体のことである。終代は、中文、新代は、小天、寛大は、霊章、そして、陸朝時代は、会書が、正体に昇格する。金石などに文字を刻するのは永久に、遺とを目的にしているため、 使用される書体はその時代の正体である。行書、草書は正体を早書きするための属体として位置づけられ、正体に昇格することはなかったが、霊書の属体として成立した草書は、逆にその元になった霊書に影響を及ぼして、行書の発生を促し、行書も、また草書とともに霊書に影響を与えて、解書発生の要因となった。漢字の文字数は、 甲骨文、金文にはいずれも、約三千字、重複を除けば合わせて四千余の字数がある。文化の進展につれて、象形文字だけでは、思想の記録、伝達に不十分になったことから、象形文字を元にして次々と、新しい文字が作られた。その造字法を陸書、または、陸儀という。字数の増加を、各時代の辞書の収録数で示すと、旗の、 総決編に3000位300時、五感の、説問会時に9353時、義の、孔ただしに18151時、両の、玉編に16917時、党の、委員会狂言に26911時、北総の、公院に26194時、民の、三万に33179時、政治通に33671時、真の、 後期時点では49,030字に至る。しかし、これらの増加した文字は、形成文字、あるいは、遺体字で、本来の増字法ではない。つまり、基本字の増加ではなく、基本字は、甲骨文、金文にほぼ備わっている。文字の成立する過程は、 はじめ極めて少数の最も基本的な文字がまず作られ、その後長い期間にわたって次第に増加していったと考えられている。また、文字の体系はすでにその創出の時代に損しており、新しい字が加えられるとしても、それはその体系の中で文字構造の原理に従って作られたもので、その体系を超えることはできないのである。 玉編に収められている16,917字には、その出典や訓古が示されているが、その後の辞書には、出典の明らかでないような文字が、りに増加しているため、全く意味のない字数の増加と言える。主要な古典の使用字数から検討をつけると、必要な文字の字数は、大体8000字程度と見てよい。人の代表は、氏、の用。 五官の長子、刀身の王剣士、初刀の三体化、正刀の岩神経、宋の四体化、民末の刀器将、大田区、新大の刀石女、長子剣などが挙げられる。初刀の孫家庭は、諸父の中で、王義氏の言葉を引用して、多くの名所の中で、商用の会所と長子の総書は群を抜いてよい。その他は見るに足りない。と記し、さらに、 長子の総書は、王義氏より優れていることを、義氏自身も認めていると記している。また、王剣氏は、父の王義氏と共に二王と称され、南朝の総では、王義氏よりも、王剣氏が尊ばれた。歴代帝王中、第一の脳書と言われる、唐の大操は、王義氏の書を愛好し、有能な書人を重く用いたことにより、書刀の三体化が排出するなど、 初の黄金時代を現出するに至る。この三体化によって会所は最高の完成域に到達された。初等の三体化に、節気日を加えて、初等の四体化と称すが、初等の三体化に、眼神経を加えると、等の四体化と称すので注意を要する。また、王用順、眼神経、万等の流行圏、元の超毛布を、会所の四体化とも称す。 元神経は、王義氏と共に、中国書道界の二体奏師とも歌われ、以後、元神経の追従者が多く現れる。奏の四体化も、その影響を大きく受け、このうち、祖職、皇帝兼、米仏の三体化は当以来の技術本位の、伝統的書道を退け、創作を、主とする、諸芸術を打ち立てた。そして、これは、名。 日吉以後の近代書道の方向を示すものとなり、その代表的な継承者は、陶器商、大田区などで、連綿を多用した行創体を頂上服という、新しい書の作品様式として完成させた。現在、日本の書道展などで最も多く使用される、紙面形式はこの縦形式の上服であり、これを一般化させた、大田区らの業績は大きい。書流の変遷は、 一つに、長子、昭陽から二王を頂点としてその伝統を誇る、上学の流れであり、もう一つは、天霊から出て、北比を眼目とし、眼神経に起因する、半王革新の比学の流れである。この比学を研究する、比学派は、新代の流星期に勃興し、後期には、主流となった。比学派の代表は、東赤女、何正期、長子剣の三人である。 漢代に、書法の発達が始まり、筆の芸術としての書道が、その第一歩を踏み出すことになる。その重要な点の一つに、洋筆法の変化がある。天書の時代の洋筆法は、一般的に筆管を垂直に立てており、この方法は、これの前漢ごろまで続くが、霊書が完成される、五漢の時代になると、筆管を手前に傾けてきたことが、 横角の幅の広がりや、気筆の形などからわかる。これは、前漢時代まではまだ紙がなく、木管や畜管が用いられ、片手に筆を、片手に管を持って書いており、直筆になるように両手で調整が行われた。しかし、五漢に紙の発明があり、気上に紙を広げて、書くようになると筆管と紙に45度の角度がつき、 無理して直筆になるように人差し指を上げたりする方法も考案されたが自然と側筆を用いるようになった。そして三国精神時代を経て東神時代にはさらに半ば右方向に傾いていった。これが王義士書法で書は無限の変化を内包する戦場芸術となり中国の伝統的書法として日本にも伝わった。しかし、 信代に被学が没興すると、北悲の処方が盛んになり、これが中国の正統的処方として、現在に至っている。近世の書論において、書の特質を、進む、等、宋、元、民の四つの時代に区分し、進むの書は、自然の封印を尊び、等の書は、書の技法を尊び、宋の書は、意趣の深さを尊び、元、民の書は、 死体の面白さを尊ぶ。と表現している。これは針と、評判の論であり、書の時代性のほぼ一定した見方となっている。しかし、真の書については、まだ論じたものがなく、中田雄二郎はいつも真学という言葉を続けていた。清の書は、交渉的な学問を尊ぶ。と、解釈できる。今から約五千四年前、漢民族が、西北から、 高賀沿岸に移り住み、ここに農業、牧畜を営んだことにより、高賀流域は文化の中心地となった。そして、この地に漢字が生まれ、中国の書道が始まる。インカ帝国の欠如人類はまず、身振り、手真似による思想感情の伝達から始め、その後、言語を作ったと想像される。次にその言葉を記録する必要が生じ、そのための符号、つまり、 文字のようなものが生まれた。液凶の掲示電下に、大昔は縄を結んでうまく調整した。後世の聖人はこれに変えて、処刑を使った。とあるように、最初は縄の結び方で記録する欠条と言われるものが使われ、続いて絵画的な方法を用いた。しかし、これはまだ文字ではない。文字は、古代の文化圏のうちでも最も高い文化段階に、 達したところだけで成立し、それは言葉を四角化し継承化したもの、すなわち、象形文字であった。それから長い間に、幾多の淘汰を経て、世界有史以来、発生した文字の種類は200余種にわたっており、現在でも、その50余種が使用されているという。ただし、その多数の文字の根源をなすものは、ナイルカイに発達したエジプト文字。 チグリス川とユーフラテス川のあたりに発生した設計文字、甲賀流域に生まれた漢字の3種である。しかし、エジプト文字と設計文字は、紀元前後に相次いで姿を消した。漢字以外の古代文字が滅んでいった原因は、その歴史と文化の断絶によるものである。民族の攻防が激しくなると、文字は他の民族によって借用されることになるが、 この時異なる言葉の体系に適応させるために言葉と文字との直接的な結合を分離することが必要であった。そして文字は継承という本来的な意味を離れて標音化された。これがアルファベット化である。エジプト文字が容易にアルファベットにその地位を譲り得たのはその言語表記の上に標音化による致命的な困難を伴うことがなかったからであろう。 そして、文字がアルファベット化したとき、言葉と文字との結合という古代文字の持つ最も本質的なものは失われた。しかし、漢字は中国の言葉の性質から見て、このアルファベット化に非常な困難を伴う。漢字は単音節合を用いる、中国人にとって最も適合した表記法であり、今もその特質を持ち続け、言葉と共に生き続けている。 創潔紀元前2500年頃の皇帝の時代、士官であった創潔が鳥の足跡からヒントを得て、初めて文字を創生したという記事が、説問会時ワイナンコ、四体諸生などにある。これが、一般的な漢字創生説であり、後世、鳥跡文字とか,かと文字とか呼ぶものである。しかし、これは確実な支障がないため伝説に過ぎない。このようにいずれも、 個人の独創とすることは中国文化史の得意な点である。今日、最古の漢字として確実なものは、陰台の甲骨文字である。ただし、甲骨文字が中国における漢字の起源ではない。漢字は、自然、人事の現象を絵画的に表現した、象形文字に橋を発しているが、甲骨文字は純粋な象形文字ではなく、すでに少し発展した段階のものである。 当作品は、甲骨文の原型文字はさらに1500年前に遡るであろう。という。甲骨文字は、陰大後期の遺物であるが、それ以前に漢字が使われていた可能性を示すものとして、当文がある。中国の新石器時代に、陶製の容器があるが、その側面や底面に、漢字の原書型を想像させる符号のようなものがあり。 紀元前五千年頃のものと言われる、反敗遺跡などから発見されている。これを当文、または国画符号と呼ぶ。当文を現在の漢字とを直接結びつけることは難しいが、年々出土報告があり、今までに約2500件ほど報告され、そのうち、陰代前期から中期に相当する遺跡から見つかった、当文には、 甲骨文字と同型のものが含まれていることがある。三代とは、夏、陰、週の2000年の長きにわたる時代を言う。夏の時代の作に、右往の日があるが、後世の元作と断定されている。陰代に入って、甲骨文や古道記の名が多量に残っている。週代には、多数の金文や、石膏文などがある。このように、三代の文字は、甲骨文、金文、 中文の名称があるが、これらすべてを古文と称する説と、中文が創始される、以前の甲骨文、金文を古文とする説がある。本校では、五説に従う。甲骨文民王朝は、紀元前1600年頃、初代の東王に引き入られて、河南省の甲賀流域に成立し、周辺の小勢力を支配下に収め、次第に大国化していった。そして、19代。 万光河東、河南省安陽に移してから、大いに勢力を振るい、三十代、低身まで続いた。甲骨文はこの時代の後期の遺物である。甲骨文に次いで古いものに、陰台の金文がある。金文とは、青銅器の名文で、集大のものが一番多い。甲骨文甲骨文とは、確認できる、最も古い文字で、亀の甲羅や、馬、牛などの骨に、 戦国の記録として、告られた文字である。院台の文字は甲骨に刻されている、甲骨文及び少数の金文を除いてほとんど、湿度がない。筆と木管の文字が、甲骨文に確認できるので、それらによる、文字記録がすでに行われていたと推測されるが、現状では、湿度がない。この文字のほとんどは、鋭利な刀で銃骨に直接刻したために、 直線的なものが多く、画数の少ない簡潔な文字である。これらを用いてかなり複雑な文章が綴られている。甲骨文は真意を伺うための神聖な手段であり、人々の日常生活には無縁の存在であったが、この牧師の解読により、陰人の生活もかなり明らかになった。金文金文院、州時代には各種の制度器が作られ、この時代を、 青銅器文化という。この文化は中国の古代文化を特色づける最も重要な遺品であり、1004年にわたるこの文化の歴史は中国古代の歴史であるとも言える。そして、その青銅器の表現と製作技術は他のどの文化民族の青銅器よりも優れ、とりわけ金と金江がその最も代表的な青銅器とされた。よって、 これに刻したり、石したりした文字を、小かない文といい、金文とも言う。甲骨文の書風が直線的で選出は鋭利で単調であったのに対し、金文のそれは曲線的で、選出にはたくましさがある。引退中期には1字から20字程度の文字を、いこむようになり、集大に入ると制作の由来や目的を文章にして、いこむようになった。 現存する、聖銅器の文字は、すべて器の内側、または、その他の表面に煮込まれており、この方法は集大にまで継承された。聖銅器の内名文を有するものの大部分は、神及び祖先を祀る儀式のための祭記である。この名文には、伊方に掘っていだした異名と、鋳造された聖銅器の上に刀で掘り込んだ国名との2種類がある。 州の金文のほとんどは異名であり、戦国時代になって武器などに国名が現れる。甲骨文や金文は、現在の漢字の素形である。しかし、文字としては、すでにかなり発達した段階にあり、さらに主言的な文字が発掘される可能性を秘めている。また、中国の書法は直筆による強い筆線を、正当としているが、甲骨文や金文には線に、 鋭さや力強さを感じることができる。近年、甲骨文や金文が書道や天国の作品に取り入れられることも多くなっている。金文記食物を盛る器。州王朝を建てた農耕部族が起こったのは、陰の支配地域の西の外れ、現在の先生省の伊水盆地であり、ここで諸行を急合して、急速に勢力を拡大した州は、東方の陰を滅ぼした。 いわゆる、陰州革命である。その年代は、諸説あるが、紀元前1050年頃と考えられている。鉱骨資料によると、院長第22代武帝が、宗公を撃つことを占っており、すでに、因を脅かすほどの勢力となっていたことがわかっている。集大になると、政治や社会制度の転換に伴って、鉱骨文の使用は、急激に衰え、 青銅器の製作が成功した。そして、豊かな筆意を持ち、装飾的な書体の金文が主流をなし発展した。一方、青銅器が大型化し、これに伴って、名文も、長文を記すようになった。猛かなえは31行、496字あり、その最多である。このように、集大の文字資料は、ほとんどが古銅器の名文で、 この内容を集めることによって、集大の歴史が浮かび上がり、詔書や、四季の伝える内容と比較あるいは保管することができる。大天集大の末期から、文字を一子に刻した資料が現れる。スータの石刻中で、中国最古のものが、石刻文である。これは、書道上の最大の資料で、古来、青春の先王時代の大使、市中の書であるとし、世に中文、また、 真の焦点に対して、大点とも呼ぶ。しかし、最近ではそれよりも、年代を下げて、真の健康11年とする討乱の説が最も有力である。大点は、金文と焦点の中間的書体であり、文字の構成が図案的、装飾的で美しく、完成された点書の代表的なものである。石古文の告示が、構成、点書の源流を開き、 真の御章石が、この先行で有名になるなど、初夏第一の法則となった。昇天戦国時代、戦国の七尾と呼ばれる七つの峡国があり、各国が王号を称して、独立大国の意志を表明し、天下の覇権を争った。紀元前246年に、秦王、政が即位すると形成が急速に変動し、旗は紀元前230年に関を、 紀元前228年に長を滅ぼした。続いて紀元前225年に義を、紀元前223年には広大な領土の諏訪を、そして紀元前222年には燕を滅ぼし、その木とに生を滅ぼした。かくして紀元前221年に旗は中国の歴史で初めての統一国家となったのである。 新王、聖はこれまで最高位であった王に代わり、高位なる天帝という意味で皇帝の称号を採用し、陳と称することを決めた。初代皇帝は、次々と統一国家の体制を固める政策を打ち出した。その創出された諸制度の功績は、極めて大きく、特に軍権制に基づく、中央集権制を敷いて、広大な領地を統治した。 政治形態は、成長に至る2000年以上にわたり継承された。また、県政と命令の思考を徹底させるために文字を統一する必要があり、始皇帝は利子に制定させたという焦点を正体として定めた。その一方で、焦点を簡略化して早く簡単に書ける霊書が補助体として使用された。思考点は、上昇の利子に命じて長い間、 諸地方で使われていた各種の文字を整理統一して使用の利便を図った。王国医によると、戦国時代に通行していた文字は古文と中文とに大きく分けられ、古文は破以外の東方の六国で使用され、中文は西方の真で使用されていたという。始皇帝はこの中文を基礎にして、それを簡略化し統一を図ったのである。 これが焦点で、前代には見られぬ金星の取れた、端正な書体であり、縦長の美しい死体は、いかにも、信仰勢力を象徴し、始皇帝の威厳を示すがごとく早朝で力強い。真の国籍や権量名がこれに当たる。真の国籍始皇帝は、当地が軌道に乗ったのを見定めると、文武百官を従えて天下を巡行し、旧六国の人民に、 皇帝の意向を知らしめるために各地に自分の聖徳碑を検討した。その文章は、式に詳しく、その国文まで収録されている。3. 泰山、老屋台、死父死父当間、欠席、会計の7国籍がそれであるが、そのうち原籍が残存しているのは、泰山と老屋台の2国籍である。泰山の石は原籍であるが、字の方は、 後世の復刻とされているから、原石原国は、牢屋台だけである。この美しく品格の高い国籍の書はすべて、理史の書と言われ、古来、商店の典型として尊重された。権領名、商番商店史皇帝は、文字の統一ばかりでなく、土領衡、貨幣なども統一した。そして、土領衡の重さを示す奮闘の、権、容量を示す、領。 貨幣などの表面に少々、焦点の文字で濃くした。おそらく、利子の辞書であろうとも言われ、天書の版とすべきものである。また、木製のものには長方形の銅板に文字を濃くした、ものを打ち付けた。この板だけ残っているものを小板という。辞書は座書として、利子は、総結編を作り、中書令の長江は、ここ歴編を作り、大使令の古武霊は、 白学編を作ったと伝えられ、これを三相という。それ以前の辞書として集大に、支柱が表したとされる、支柱編があったが、これらの新しい辞書が通行することにより、字格の統一は、さらに確かなものになったと考えられる。漢字の書体を初めて示した、説問会字の序文に、旗の書体として八体が記され、最後に霊書体を取り上げているが、霊書は、 寛大のものとする異論があった。しかし、1975年に始皇帝時代の運棒、旗館という畜館が発掘されて、この時代に霊書の原型が出来上がっていたことが証明された。霊書は旗の正体でなかったため、永久に残る金石や被告には使用されなかったので、ある。旗は大帝国であったために、公文書も膨大な量に及んだと考えられるが、 始皇帝が制定した正体の焦点は、字型は、美しいが書写に時間がかかり、実用には不便であった。ここに、円から方へ、曲線から直線へと省略整理され、書写に便利な新書体が生まれた。これが霊書であるが、最初に現れた霊書をこれと呼ぶ。これの次に出現するのが、今日一般に霊書と呼ばれている八分である。五感の大継ぎ中が、 商店や古例を改変して八分を作ったと書論にあるが、新資料の発掘により、前漢時代の八部の筆跡が発見されて、大継中の伝説は完全に否定されている。古例古例は、天書から八分に移る過渡期のもので、長方、畑もなく、天閣の不行の兵もなく、天書の縁織りを省いて直としよことしただけの古説。 周強な書風で、いわば天書の早書きから生まれたものである。これは、定幕という人が罪によって獄中にある時、焦点を整理し、簡略化して作ったもので、始皇帝は、大変喜んで直ちにその罪を許し、この文字をトレイの事務用文字として採用したという、伝説がある。しかし、これはあまり信頼できる話ではない。これの代表的な国籍として、 露光獄国籍、来志港、国籍、三郎移民のあ日記、海通法野道国籍、大吉海山地記などがあり、また、木管や陶器や陶器などにも多く見ることができる。素朴で何とも言えぬ親しみを感じる書風である。古来、毛筆は盲点によって発明されたという。盲点は万里の頂上を築いた光により、感情に風ぜられたので、筆のことを、 感情とも言う。しかし、前述の隠居から発掘された、甲骨文中に、筆で墨書されたものが発見されているので、盲点は、筆の改良をしたのであろう。いずれにしても、この盲筆の発明改良によって、文字の美的表現が著しく進展したことは、事実であり、八分などの託は盲筆でなければ表現、するのは難しい。始皇帝は、 紀元前211年に5回目の東方巡行に出発したが、途中で発病し、翌年50歳で死去した。以後、旗の政治は完全に人々の期待を裏切り、紀元前209年に早くも反乱が始まった。陳賞、五皇の乱は中国史上最初の農民反乱であり、続いて流邦と項羽によって、旗は、 紀元前206年に、わずか三代十五年で滅亡した。そして、祖関戦争の結果、劉邦が皇帝を破り定位についた。関皇素の誕生である。関は、紀元前206年から404年にわたるが、全関と五関に分かれる。関代になると、霊書は天書に変わって、正体となり、被告にも使われるようになった。古来より、はたてん、関霊といい。 霊所研究に、漢代は必須である。焦燥漢寛全漢の時代は、文字資料が非常に少なく、数少ない国籍によると焦点からこれへの変遷が確認できるだけであった。しかし、近年、敦煌地方から発掘された寛寛によって、当時の通用文字を知ることができるようになり、それによると、全寛から8分が存在し、 これへと共に盛んに使用されていることが分かった。一方、説問開示の序文に、男を怒って、草書あり。とあるように、この時代には、焦燥と呼ばれる実用的、能率的で芸術性豊かな新書体も生まれ、常用された。焦燥焦燥は、私ゆが霊症略して創始したという。焦燥は八分を早書きして、その天閣を省略し、 八部の方形なのに比べて円形に近いものになっている。畑は残っているので今日の奏章よりも恋があり、主として石徳などに用いられた。今奏は章奏を略したもので五感の長取が奏死者という。しかし、章奏も今奏も決して一人の力で生まれたものではない。簡々によると、章奏は八分と前後して起こっているので、八部の 自然の変化と見るべきである。焦燥の書き手として、私有長子の他に、五感の焦帝義の焦燥、呉の交渉などが有名である。新資料の発掘官官20世紀初頭、オーレル・スタインや、スベン・ヘディンなどによる中央アジアの探検によって、全館以来の肉質資料である官官が発見された。はじめ、スタインによって、鈍行官官が、その後、 ヘディンによって、巨円関巻が発見されたが、これらの木巻の中に、全巻の記念がある八分霊が含まれていた。ここにおいて、古来からの、八分は五巻からのものとする定説は、根底から覆された。馬王体幹部の発掘1972年初め、コナン省庁佐し東稿の馬王体幹部が発掘され、保存状態の良い遺物が出土した。この幹部は、 全館初期の調査国の上昇、こう、リアオとその祭祀の墓で、婦人の遺体が不乱しない軟体のままの姿で、発掘され、大きなニュースになった。出土した資料は、白書、畜巻、木巻、印象など多岐にわたり、いずれも副装品である。牧書による精細な文字で、天書から霊書に至る過程を示す貴重な資料である。 湖南小博物館に収蔵されている。前館は7代、武帝から9代、先帝の時代が最盛期で、10代、元帝から、王朝の統制力は低下する一方となった。この期に乗じて、元帝の皇后の老いにあたる王毛が9歳の13代、平帝を補佐するために大芝、さらに大夫の地位に就いた。そして、元始5年にクーデターを起こして、 平ら門を殺し、ついに冠の天下を奪うことに成功して、試権国元年に国語を新たに改めて位に就いた。儒学者である王門は、儒教的な理想国家の建設を目指して、各種の改革に取り組もうと考えたが、その政策は、迷信的な陰陽語行説の多様と、極端な復古主義に基づくもので、社会に不安を与え、各地に農民と豪族の反発を引き起こした。 そして、地獄4年10月3日、大門は、農民の反乱軍によって殺され、新しは、わずか1代15年の短命な国家であった。しかし、この時代だけに作られた、河川という天書体の文字が煮込まれていた銅うが、日本の弥生時代の古墳から発見されている。また、官員は、通常4文字など、偶数の字数に刻されるが、新たでは、 音妙五行説の影響か、五文字印が多い。八分何陽の豪族で、全漢六代、京帝の子孫である劉州は、王盲に対する反乱軍として、功績を挙げ、建武元年六月、衰退されて、皇帝となり、落陽に入って、漢を再興した。この王朝は、五漢と、通称され、全漢と区別される。五漢の初代皇帝、皇武帝は、 制度をすべて全館に服し、儒教を国教とした。全館の構素は、農民の出身で、儒学者たちの特空嘘で実用を伴わない思想や、学問を軽んじたが、三つ竹御門は、学問を治めた経学者であり、儒教の教養や特目によって、官僚を登用した。よって、学問をする者が増え、社会に、新しい寄付が生まれた。 五感の書の特徴は八分が発達したことで、顕比が流行し八分の国費として現存するものが多い。霊書の前世紀というべき時代で、その美的価値を存分に発揮した。また、五感末期には、小僧が略化されて、草書となった。さらにこの頃、即書体として、会書、行書の新書体も使用されるようになり、 かつ装飾的な被白体までもが生まれた。このように、現在までに使用されているすべての書体は、五漢末期までに備わっている。創書全巻に、霊書の略から焦燥が生まれ、焦燥が霊意を失って創書になった。焦燥と創書の区別について、北宋の規範をもは、10に世論に、 すべて草書で託を分かつものを少々と称し、そうでないものを、ただ草書という、と記している。草書は、行書の略のように一般に思われているようであるが、これは誤りである。草書の中で、が、むなどの字は、今の会書や行書とは、連絡がなく、天書や霊書と連絡していることが、その証明になるであろう。行書等の長夫ところの、初段上官に、 行書なるものは、五感の流徳登るの作るところなり。すなわち、聖書の子にせ、勤めて、簡易に従い相門流行す。ゆえに、これを行書という、とある。聖書とは、会書のことであるから、会書から行書が生まれたとしているが、今日の出土文字資料の分析によれば、行書は、会書が行われる以前に草書と霊書の長書をとって、この時代に発生したとされている。 ただし、これは、後の行書と区別して、行行書ともと称され、再域湿度の残種類に見られる。また行書は、流徳昇の作というが、その書は残存しないので不明である。解書解書は、霊書からの変異であるが、行行書や、草書も霊書に影響を与え、五巻末から三国にかけての時代に、解書発生の要因となっている。新書体は、 早書きの需要から生まれる自然の変異であるが、当時の会所、行書は、現在の運筆法とはかなり異なり、相当に、霊意が多いものである。なお、漢の正体は霊書であるため、この補助として、新しく生まれた会書は、後世霊書または今霊と称していることが多々あるので注意を、要する。書論書論とは、文字、書体、書士、 書評、書法などを論じた著作を言う。五漢時代の書論に、超一の、非草書、早期の、筆論、再演の、草書税、超詩の、筆心論、採用の、筆聖という著作があったというが、今伝わるのは、非草書のみで、これが、最古の書論である。非草書には、本来、即書のための書体である草書が凝りすぎて、かえって時間のかかるものになった。 と記されている。これは、草書の形外化を非難した内容であり、当時それだけ草書が流行していたと推測できる。紙の発明史は、五感のサイリンが、元号元年に創生したという。五感書巻78、学部社列伝第68のサイリン伝に、古来より、書形の多くは畜間に書かれ、カトり切れを用いたものを紙と言ったが、カトり切れは高価で、 畜管は重く、共に不便であった。サイリンの作りは、木肌、浅くず、ボロ切れ、魚毛を使って、紙にすることで、願望元年にこの製紙法を創造した。和帝はその成果を褒め、これより広く用いられるようになり、天下の人々は、最高師と称した、と記している。この発明は世界における紙の創生で、その後、ヨーロッパに伝わって、西洋史になり、 日本に伝わって和紙になった。この発明が文化の進展はもとより書道界に利便を与え書者の進歩向上を助長し五感に数多くの農所化を排出した。ただしサイリンは本当の紙の発明者ではなく古くからあった技術の改良者であったことが現在では認められている。三体設計五感末期黄金の乱によって五感の力は 非常に弱まり、懸安5年を過ぎて曹操が実権を握って、下北の地に派遣を確立したが、南方の地はその派遣をめぐって、劉備や孫権と争うようになった。天下統一の準備を整えた曹操は、懸安13年に、南伐の大軍を慶州まで進出させたが、孫権と劉備の連合軍に、赤壁の戦いで敗れ、目的を果たさず、下北一帯を支配するに止まった。 検案21年、曹操が、行徒で、義王に封じられ、事実上の義王朝を創始したが、信康元年に、落葉で病死した。同年10月、その子の創費は、五官の検定から位を譲られて、落葉で即位し、義の文定となった。劉備は、生徒で職を建国し、孫権も、兼業で、呉を建国してそれぞれ定位についた。天下を三分する。 三国時代の始まりである。ただし、三国とは言っても、五冠の儲けた十三州のうち、儀が九州、五が三州、食が一州という領有で、儀は、経済的にも、文化的にも最高に発達した地域を有した。よって、三国の文化は、主として、儀において発展が見られたが、他の国では特に述べる事柄はない。この時代は、 戦乱が打ち続いた時代であり、また、懸案10年、五官の検定を擁立していた曹操が、検秘禁止令を発令したため、国籍で現存する者は少ない。寛大は、両母が思いんじられ、石踏みの混流が盛んであったが、曹操は、両母の築造が経済を圧迫しているという理由から、検秘を禁止し、気においてもこの禁令がそのまま実行された。 そのわずかな諸否により、諸風の変遷を見ると、漢の霊を継承しながら、徐々に会所に移りゆく、霊界中間の体と言える。谷明妃、葛福君くなどがその霊である。この時代に、会所の名跡を数多く残した、義の商用は結出しており、漢に生まれた会所は商用によって、漢性の域に達したということができる。特定の個人が、 はっきりと芸術家としての評価を与えられるようになったのは、商用あたりからで、これは、書道の芸術的に意識が高まったことをよく示しており、引き続き東進、さらに、東、北宋へと引き継がれていくのである。柴縁は、儀、呉、諸の三国を統一し、洛陽をととして、国を進むと合した。これが、精神の武帝である。後に、新王朝は、 一旦滅びて、南方で再興するが、都の健康が旧都より東に位置するため、東進と呼ばれる。その後、戦乱は打ち続き、南北領朝に分かれて、多くの国が攻防した。一般の中国市での陸朝と違い、初動市での陸朝とは、進むから、以後、北朝をも入れて随までを称し、南朝と北朝に大別する。はたてん、寒冷。 三国の霊界を経て、開業僧の初体が一応完成された時代である。干末の早々による、憲皮金止令に続き、武帝が南4年に、金比例を出したため、この時代の石踏みの遺品も極めて少ない。しかし、石踏みの混流ができなくなると石踏みを、墓室の中に密かに建てるようになり、墓室は、天井が低いので横に置く、形の墓子が生まれた。 これに名文を加えたものを母子名という。母子名の芸術は北義で成功するが、この時代の超キラ日などは、その先駆を成した。紙は五感にはすでに発明されていたが、品質が悪く効果であった。しかし、新代になって、その生産技術が発達し普及し始めた。よって、20世紀初頭のスタインやヘリなどによって、 災域から発見された木管や残紙、特にその残紙には精神などの記念を持つものが多い。これらの木管や残紙が、霊書から会所への変化の様子や、草書、行書の書体の変遷を研究する資料となり、それによると、漢大に生まれた小燥と、草書の新代においてそのまま用いられ、開業草書の実用化が進展したことがわかる。中州朝。 大氏が垣精神は強度に滅ぼされたが、芝居が王道の補佐によって皇帝の位につき南方で進むを再考した。これより以後を闘神という。この時代、中国の北方では漢人や異民族が国を建て、短命な十六の国が次々と攻防していった。この五種の異民族による百三十四年の混乱時代を五個十六国という。 東心三国時代から精神を通じて行書、草書が行われ、南方に移った東心の貴族たちによってさらに美しく洗練されてゆく。被告に乏しいが、国長は豊富であり、この時代の法上としては王儀氏のものが最も多い。当時は特に書道を尊重し、真士の一主格として書を良くしないと上流に交わることができないという。 風潮があった。闘神の最初の上昇の王道が南下に際し、商用の戦時表の親戚を身につけていたことは有名であり、これは農を鑑賞を干渉する風潮を示している。江南に居住するようになった貴族たちは、政権を掌握するとともに、広大な荘園を所有して、経済的にも豊かな生活ができた。華麗な地である江南の風景は絶火であり、書の発達に、 このような風土の関係も見逃すことができない。乱定女、王義四五湖十六国この時代、北部中国地方は、戦乱が多く、主として、異民族の王朝であった。善良の長期と聖良の利口は、漢人であるが、後の王は皆古族である。この小国家の中には、漢文化を摂取しているものもあったが、外して殺伐な遊牧民であって、文化の程度も低く、 書においても見るべきものは、ほとんどない。書家も目立った業績を残した者はいないが、この異民族国家の中で、最も勢力のあった前進において、わずかな石踏みが残っている。英革命、新創戦自問ともえ筆闘身の武将、竜祐が、延書元年に、総王朝を建ててから、蔡、張、陳と三つの王朝が、相次いで攻防した。 この四つの王朝を南朝と呼ぶ。進むの南渡しに乗じて、下北の地方に多種の移民族が侵入し、五個十六国時代が続いたが、その中でやがて一番大きな勢力を成したのが、先尾族の一種族である拓松氏であった。この種族のでの拓松系が諸国を平定して、義王朝を建て、平城にと定めた。この義王朝は、 三国時代の義と区別して、北義または後義と呼ばれる。その後、北義は三大皇帝の大武帝の時に、北僚を滅ぼして、下北を統一し、江南の僧と対立した。この北義が、東義正義に分裂し、間もなく、東義は北西に、正義は北州にそれぞれ定位を奪われた。後北州は北西を滅ぼして、下北を統一したが、 隋が北州と陳を滅ぼして天下を統一した。この北魏から北州までを北朝と言い,い、宋から陳までの南朝に対応させている。南朝の節刻として依存するものは少ない。南朝で現存する法上は、当人の塔もと言われる、少数の親戚本があるだけで、その他は全て宗長に刻された、僕宅ばかりで、原型をまさしく伝えるものは少ない。 北朝のものは、豊富に依存する。そのほとんどは18世紀後半以後に発見された、ものである。南朝等身の貴族の間に、絶大な数形を集めていた二王の書は、引き続き南朝の、各王朝でも愛好され、絶えず、ザウに、宝書を置いて学書された。総朝では、王義氏よりも、王剣氏が尊ばれ、洋金、薄木章の、光輪の、章も話。 シャレウンなどは、王剣士を学んだと言われている。聖、ハリでは、二王ともに流行し、王道の孫の王の、第三子、大久森首とその子、を創建などが特に署名が高い。陳では、王義士の七世の孫、ともえが出て、王義士の処方の復興に努め、後代に大きな影響を与えた。しかし、後の当代は、南朝よりも、 むしろ北朝の伝統を受け継いだと見るべきであり、外して南朝は、書の、あまりるわなかった時代といえ、有力な書家も、ほとんどいない。北朝、元懐星北避南朝起義の源元,元が、陸朝時代の書には、南北両派があると称してから、南垣、北書と二分して見るものが多い。北方には、非、欠、間骸などの石刻が多く、 そのため書体は楷書である。南方には法上が多く行書、草書を伝えている。そして北方の石踏み、を主として研究する者を被学派、南方の法上を研究する者を上学派と呼んでいる。314年にわたる異民族による南北領朝の対立も、 漢民族である江南の陳王朝を最後に、ついに北方民族の隋の文帝要件が南北統一を果たした。しかし、第二大皇帝の要塞は過酷な政治を行って人民を圧迫したため反乱により殺され、隋王朝はわずか37年で滅亡した。隋は南方の文化を取り入れ、大義氏を中心とする南朝の書道を重視した。また、 陽代は運河を開いて南北の交通を盛んにしたため文化の交流融合がなされ書においても南北多種多様な書風はいつしか融合統一されたこの時代には国籍しか残っていないが石文や母子名に数多くの傑作を見ることができるその書風は北朝の書よりも恩和になり生成洗練されているのが特徴で書島の先駆を成した 旧西宮令戦名、王洋純書き、元統制教女、貯水量書きわずか三十七年の短命な隋の後を受けて、真の統一王朝を完成したのが唐である。唐王朝を創立したのは、李縁であるが、その後、李政民が建国の企画、実行し、側近に多くの名神を集めての知性によって、上岸の地と称される、太平の時代を築いた。 かくして、東王朝は中国4000年の歴史の中、最も有力な王朝となり、日本の文物制度は、主として、この東朝に反を取ったのである。大層は図以来の傾向に従って、南朝の文化を基盤とした。特に宗大層が王義氏を好んだために、王義氏を中心とした技巧が連磨された傾向にある。大層自身、歴代帝王中、第一の農書の章があり、 初頭に多くの農書家、諸論家の排出を見たのは、この帝によるところが大きい。そして、随以来、恩和で整い洗練されてきた諸風は東大になって、ますます発達し、ついにその黄金時代を現出している。その中で、最も結出したのは会書であり、初頭の三大化などによる、秘訣が多く残る。会書は漢に始まり、陸朝において連磨され、 東大で、結実再生して、ついにその頂点に達した。後の時代に、東大の書籍に及ぶものはなく、長く後世の藩となっている。初頭の三大化初頭に、初頭の名人大化が多数輩出されたことは古今に、その例を見ない。中でも、王陽淳、愚世南貯水量の三人の王やを、初頭の三大化と称す。この三大化に至って、 会所は最高の完成域に到達する。また、三体化に、節気比を加えて、初等の四体化とも称す。なお、初等の三体化に、正等の眼神経を加えて、等の四体化と称す。最鉄文庫、眼神経下記初等の末期の書は、近元法制を、主と市外見は、非常に整ったものの表面的技巧に陥り、堕落していった。 正統の幻想皇帝の知性は、戒厳の地と称され、学問芸術を奨励したので、当朝の文化は最高潮に達した。この時、初頭の書風を革新し、新生面を開いたのが、眼神経である。天筆で解消を書いて一世を驚かせた神経は、王羲師と共に、中国書道界の二体宗師とも歌われる人である。しかし、 逆に処方の破壊者であるという正反対の表もあり、彼の書がいかに前代までとは異質の書であったかということがわかる。その他に、行書に、利用、転書に、利用表、草書に、長曲、回祖の名筆が出た。番頭の代表作家は、流行剣と、配給である。流行剣は、眼神経から起こり、配給は、応用順から起こったので、 共に解所に優れている。競争原稿の草書は、焦燥の託がなくなったものであるが、今そうになって連綿が可能となった。この連綿草を得意としたのが長曲と、海祖であり、連綿体の妙を極めた自在で美しい。この草書は、競争体と呼ばれる。この書風は、後の皇帝権や宿院名らに強い影響を与えた。ただし、仁王の書を尊ぶ。 同時代の人心には需要されず、当時は、土歩のような信仰の死から指示を受けるに留まっていた。自助長海祖書等は、高層の乱によって、急激に衰微し、公領によって滅ぼされた。その後、宋が後期するまでの54年は、北方で五国が攻防し、その他に、大小10もの国があったので、この時代を五代十国時代という。乱世であったため文芸は衰え、 優れた、農所家が少なかったが、洋業式一人が結出していた。唐の生成な書が流れ伝わっていたが、やや方向を転換し、層の非道的な文字に移ろうとするかと的な時代である。五孔舟中士官米仏筆、副派新史士,士官、皇帝県筆層は、五代の最後の王朝、孔州の将軍、趙教員が天下を統一して、 初代皇帝となってから約320年間に渡った。しかし、167年間続いた後、一旦滅び、後に南方で再興した。初めの時代を北宋と言い、再興してからを南宋というが、この二つの期間は、政治、社会、文化の上から大きい変動があり、書の上からも区別される。宋が天下を統一するにあたって、まず、 当の制度に習って、新しい国家の建設が進められた。しかし、万当人が法に縛られ、無気力に落ちた反動として、前代の形式美を破ろうとする動きが、盛んになった。僧人は、施策と上官により大胆に個性を表現し、自由奔放な信用式の書風を生んだ。そして、行走体に妙を競うようになり、被告も、 業態に移行したことがこの時代の特色である。また、米跡の保護としてか、潤化格長が国されたのもこの時である。平和で豊かな時代であった反面、軍事的には無力で、北方の異民族喫丹の建てた領に侵入されるようになり、第九代皇帝、金僧の時に、領に代わって、北方を支配していた金に滅ぼされた。僧の四大化。 公衆官職士官とその罰宗長、純科学長層の体操は、当の体操と同様に、仁王の伝統を保持した。そして、純化三年、直命により、王朝が歴代の書籍によって、純科学長十巻を編纂したが、その半ばに当たる第六巻以下は、仁王の書が収穫されている。この宗長は、後世、宗長会の王者として君臨し、 書道界を悲劇したことは誠に大きな功績である。また、基礎の美術の愛好と収集が美術の流星を促し、書においては、再慶らに命じて、純化拡張をもとに体幹長十巻を編纂させた。南宋時代はもはや三体化を生んだ、北宋後期の世紀はなく、概して書道水美の時代で、優れた書家は生まれなかった。しかし、前宋の間に、 祖食、皇帝剣、長足のの独特な書風が流行し、これは日本の鎌倉時代の前輪にも流行した。また、書道に関する研究書が多く刊行され、これらの著録が、後世、書道界を益したことは大きいと言える。両は南北朝の頃から中国の北方に住んでいた吉丹族の建てた国である。そして、だんだんと領域を広げていき、 ついに、僧と対立ほどに強大になった。この国は200年以上続いたが、後に協力となった金に滅ぼされた。金は、女神族の建てた国で、領を滅ぼし、さらに、北僧をも滅ぼして、中国本土の外外北を領有した。両国では共に、独自の文字を作って、漢字と併用した。この文字は、領では、吉丹文字、金では、女神文字という。 金には、皇帝の一人の召集など、多少見るべき書家がいたが、両国ともに、初動史上、特に重視すべきことはない。カササギか就職図、超毛布がモンゴル族を統一し、モンゴル帝国の初代皇帝となったチンギスハーンは、東は、満州から、西は、カスピ海北部に及ぶ広大な地域を征服し、さらに金を攻めた。 しかしその途中の1227年、病に没した。そして、1234年、その第三子の第二代皇帝おごたいは、南宋と結んで金を滅ぼした。チンギスハーンの孫で、第五代皇帝のクビライは、資源8年に元を建て、資源16年、南宋を滅ぼして、ついに、中国全土を支配した。や金などの異民族の征服王朝が、 中国の伝統を尊重したのに対し、モンゴル人は、外して、漢人を礼遇し、漢文化にも冷淡であった。そのモンゴル史上主義では、人民の四等級の体制と過挙の廃止などが、実施され、漢人、特に南宋の地域の漢人を南人と呼んで極度に、圧迫した。この時代は、こうした、漢人の文化を目殺した政策によって、書の方面も沈退した。 また、高い文化と、豊かな富を持つ南人を国力に取り込めず、元王朝は、人材不足を招いた。そこで南人にも、検祭が求められ、ここに、総王朝の創出であった、長毛夫ら24人が選び出された。落人府、長毛夫所、長毛夫に続く、千数崇や東文原などの諸人も、この復古主義を受け継ぎ、進む党の書を目指した。 その他に、用意帝や交差と、等々なども署名が高い。中でも色目人の交差と、等々の個性的な処方が異彩を放ち、超毛布に次ぐとの評価を得て、人々はこれを宝としたと言われる。彼の解書は、愚性難、行書は、仁王と米仏を理想とし、新人の筆意を得てその境地に達するものとされた。また、 焦燥の名手とも知られ、その激しいタッチの焦燥の筆法は、超毛布などには見られない激しい感情を表現している。行書士官、当期正月元王朝の内政は、皇位継承をめぐる紛争と国土拡大のための度重なる遠征から財政難を招いた。また、元王朝の最後の皇帝は、全くの無能で、諸方に起こった反乱を鎮圧することができず、 ついに、漢人の主現象によって滅ぼされた。異民族のモンゴル族を追放して、約250年ぶりに、漢人の天下を回復したアキラは、儒教を根幹とする政策を徹底し、伝統的な漢文化を復帰させた。外して書道が交流し、多くの農書家が排出し、最も行走体の成功した時代である。アキの約百八十年は、書の上から、初期、 中期、末期の三期に分けることができる。代表的作家は、末期の動乱期に現れている。石古文、五小石林明は、李事生によって、数手十七年に滅ぼされ、大臣つまり清は、後期元年中国全土を支配した。新朝は、第四代皇帝に名天使の後期帝が出て、満州民族でありながら、 漢民族の伝統文化を尊重し、その復興に努めた。また、第六代皇帝の建隆帝も、順化拡張を復刻するなど皇帝が書に興味を示したことから、管理や学者が書道を思いじるようになった。学問の研究が非常に盛んになった、この後期、陽性、建隆三代の約130年の間は、新朝文軍の最盛期で、 後期権流の生成とも称され、この間、古今図書修正や、四古前書の編纂など、漢人学者主導による、数々の大規模な文化振興事業が実施された。この伝統文化を拡充する政策は交渉学を、盛んにし、金石学が新しく学術の主流に置かれる結果を、もたらし、従来の法上中心から、碑石、金文に注目が移った。 法上を中心として、書を研究する人たちを、上学派、北儀や隋の石文を、研究対象とする人たちを、被学派と称しているが、新朝書道会における最も著名なことは、この被学派の木工である。聖長を、書の上から区分すると、新書より、幼生年間に至る初期、建立、家境の流盛期、同光以後の後期の三時期からなるが、初期は、 上学派が主流をなし、流星期は上学が体制された時代であると同時に飛学が新しく起こり、後期は飛学派が主流となった時代である。ありがとうございます。